お疲れ様です。アロ78です。今回の動画では前回にも出てきましたゴキブリ、そうゴキブリですね、ゴキブリのことについてです。アルワナなどを飼育していて、アルワナの非常食というか、まあ、うわ気持ち悪いゴキブリ、すげえ気持ち悪い、ちっちゃくてもやっぱ気持ち悪いな。ワームとかね、普段与えてたりするんですけど、冷凍エビとか、それでもなんか終わってしまった時にちょっとね簡単にあげられるような餌で、まあ自分あんま見たくないんですけど、まあねたまに餌として使用していました。ちなみにもう本当に我が家で出る、まあ、野菜のクズとか余りとかなんかね、そういうものを、こういったトマトと、これキャベツなんですけど、こういうなんか悪くなった部分というか、まあ、人が食べないような部分を餌として与えるとめちゃくちゃ食べるんですね。こんなにゴキブリたくさんいたの、こんなにゴキブリたくさん食べるのぐらいすごい勢いで食べるんですよ。その様子をねちょっとまあ紹介できたらと思います。ほんとちょっとなんですけど、まあ、こんな感じで、またね相変わらずほんとカメラワークが悪くてすいません。まあ卵パックの裏で、まあちょっとね面積、卵パックを置くのはまあそのゴキブリが歩ける面積を広げるためとか、そんな感じらしいです。まあこんな感じで、まあねちょっと野菜の、まあ、捨てるような部分をこう置いておくと、もうねこれどんくらいでなくなると思いますか、このトマトとキャベツ、どんくらいでなくなると思いますか。でここのねゴキブリ多分何匹ぐらいいるのかな、結構ね定期的に死んじゃったりするので、まあ100匹ぐらいはいるのかなって感じで、いつもあの水槽の上に置いてます。メイン水槽のろ過水槽の上ですね。でまあ蓋をしてね見えないようになるので、こんな感じで置いてます。で電気つけるとゴキブリ動かなくなっちゃうので、警戒してちょっとね電気して待ってました。で3時間後どうなったかというと、はい、めちゃくちゃ群がってますね。3時間後ふとね電気をつけてちょっとこう覗いてみたんですが、もうめちゃくちゃいい勢いで、もう相当群がってますね。いやー怖いですね。やっぱねゴキブリ、でもゴキブリって言ってもちょっとやっぱ日本のゴキブリとこれ違いますよね。ディビアというねゴキブリですね。前回の動画でティビアとか言っちゃってね、ディビアですよってちょっと教えていただいたというか突っ込まれました。ありがとうございます。いろいろねしょっちゅう言い間違えたりいろいろするので、いろいろ突っ込んでください、よろしくお願いします。って感じでね上から覗いてます。でやっぱね電気つけると警戒してね、パックの下やこの木くずの中に、ね、隠れちゃいますね。ちなみにこの木くずは木工所で勤めている友達からもらいましたって感じで、もなんか卵パックが動いてるんですよね、向こうで。超怖くないですか、ゆさゆさしてるんですけど、これシーソーゲーム状態ですかね、シーソー状態って感じで、やってるんですけど、で翌日ですね、もう驚きの子もねすぐ亡くなるっていう、本当にこんな感じで見えるでしょうか、卵パックも穴開いちゃったんですよ。多分トマトの汁が下に染みて、その紙の卵パックの紙まで食べちゃってる状態ですね、完全に。ちょっと暗くて分かりづらいんですけど、はい、てな感じでね、まあゴキブリに餌を与えること、まあその分ねゴキブリが増えたり、まあ、太ったりすることでアロワナにねよりいい餌を与えられるんじゃないかなと思ってます。こういうのは、まあ、ガットローディングって言うんですけど、まあ、非常に分かりやすい例だったかなと思います。というわけでゴキブリ引き続きちょっとね慣れていこうと思ってますので、ちょっと引き続きアロ7的にもゴキブリネタにちょっと絡んでいこうかなと思ってますけど、よろしくお願いします。それではまた次回も見ていただけるとありがたいです。ご視聴いただきありがとうございました。アロ7です。アロ78ちゃん。